先輩を喜ばせたいと思うあまり迷走してしまった。喜ばせたいというか、どうやって中に。最初は朝家まで起こしに来る幼馴染のシチューを演出しようと思った。あんなの隙がなさすぎて失敗しちゃったぞ。私らもほんの 1,2 ヶ月前までは現役 JK だったからな。ほれほれ眼福。何をするかに気を取られすぎて危険や迷惑を考えていなかった。すまない。あ、その格好で来たのか、一人暮らしの男の家に。まあちょっと人目は引いたかな。もっと綿密に奉仕のメニューを練った方が良くないか。ひたむきにできることならどんなご要望にもお答えします。調子に乗って過激な注文してきたら私は帰るからね。メイデナは NG 多そうだな。この先ご近所さんとどんな顔して挨拶交わせばいいんだ。お前らと一緒のとこ見られたくないんだよ。大体俺は今日人と会う約束をしてるから。じゃあしょうがない。みんなで家の掃除したり料理作って旦那の帰りを待ってるか。旦那は私らの料理を何だと思ってんの。毒よりも毒。受ける。